ケブカスズメバチは、ハチモクスズメバチかスズメバチアカスズメバチ属の昆虫の一種。本州以南に生息するアシュ、VS ザンタープターは、黄色スズメバチと呼ばれる。日本に生息するスズメバチ属では、本種が最も小型であり、体長は、女王バチが25から28ミリメートル、働きバチが18から24ミリメートルである。頭部は黄色、胸部は、 黒色で硬いたなどが、黄色、腹部は脳褐色と黄色の縞模様で、全体的に気褐色の毛で覆われている。元足毛深スズメバチは、アシュ、黄色スズメバチよりも黄色の部分が少なく、巣の規模もやや小さい。日本、朝鮮半島、サハリン、東、シベリア、千島列島に分布する。の下に作られた黄色スズメバチの巣。直径は20センチメートル程度。 アブラゼミの死骸を噛み取る、黄色スズメバチ。セミの腹部にはミヤマキンバエもいる、他のスズメバチ類と比較しても攻撃性が非常に高く、巣から10メートル以上離れていても威嚇行動を取ることがあり、そもそも威嚇なしに、いきなり集団で攻撃をしてくることも多い。また、一旦刺激を受けた巣では攻撃性が持続し、わずかな刺激でも、集団で攻撃してくる恐れがあり。 さらに危険な状態となる。映像初期は軌道などの閉鎖空間に巣を作るが、巣が大きくなると樹木の枝などの開放空間に引っ越し巣を作成する。市街地に最もよく適応し、家屋の軒下などに映像する例が多く見られる。巣は日本に生息するスズメバチの中では最大規模で、 直径は30から80センチメートルで時に1メートル、育房数6000から8000で時に1万以上。働き蜂、オス蜂とも数百から千匹以上、新女王は200から800匹。活動期間は5から11月、個体数は9から10月に最大となり、人の死傷例も秋に最も多い。そのため、スズメバチ族による死傷事故は本種によるものが、 最も多いとされる。植生は幅広く、幼虫の餌として、各種の昆虫、クモ類を狩るほか、カエル、蛇の死体までほとんど何でも利用する。クヌギや、コナラなどの樹液、ブドウやカキなどの熟化、清涼飲料水の飲み残しなどにも飛来する。また蜜蜂類、アシナガバチ類、クロスズメバチ類などの巣口付近でそれらの働き蜂も、狩るが、狩りは常に、 単独で行われ、大スズメバチのような集団での襲撃は見られない。日本ミツバチを狩る場合、主に寄贈する個体や集団から偶然離れた個体を狙って、巣の周囲を対空飛行していることが多い。このような巣では、日本ミツバチが巣口周辺に多数集まって警戒態勢をとり、黄色スズメバチがおよそ15センチメートル以内に、 近づくと、最も近くの個体を視点として、腹部を反り上げながら羽を震わすウェーブが起こり、集団全体が、ブーン、ブーン、という断続的なハオトを立てる。このような大集団のすぐ近くでの狩りは、黄色スズメバチにとっても大変危険なものであるため、必要以上に集団に近づかないよう非常に注意、深く行動するのが観察される。 守備よく働き蜂を捕獲できると、次の瞬間には獲物を抱えたまま非常な速さでその場を飛び去り、高い木の枝など、集団から10分に離れた場所まで運んでから改めて噛み砕く。逆に、ほんのわずかでも捕獲に手間取った場合には、それに気づいた日本蜜蜂の集団に一斉に襲いかかられ、宝球の内部で虫殺されてしまうことも多い。蜂蜜を生産している。 養蜂家の間では、副産物として、スズメバチの蜂蜜漬けを作っている。大部分は、オオスズメバチを原料としているが、黄色スズメバチを原料としている。養蜂家もある。ありがとうございます。